今日は一日お休みなのでショッピングをしてカフェに行こうと思います。お昼にはサムギョプサルを食べてたくさん歩く予定なので、今日はラフな格好にしてみました。キャップとベルトはセリーヌのもので、トップスとカーディガンとパンツはユニクロです。今日は先輩が誕生日なので、後輩と一緒に考えてキャップをプレゼントすることにしました。こちらは先ほどの私用の
あるやん。できたので行ってみたいと思います。私たちのためにありがとう。次はメゾンキツネに行こうと思います。代官山のメゾンキツネは外観も内装も日本風のインテリアになっていて気に入っている店舗の一つです。Build my walls up, but you're taking
to get over you again. You said it was the last time. You keep coming back to show me sorry you changed now.早速今日購入したものをアンボクシングしていきたいと思います。まずはハリーポッターのお店で購入したものから紹介します。このハッピーバースデーのポーチとハニーデュークスのハンカチを購入しました。ポーチは表が結構ふわふわしたような素材になっていて、中はナイロン製なので、いろんなものを入れてもこう汚れてもすぐ取れるので、とても使いやすい素材になっています。こちらのハニーデュークスのハンカチも同じくピンクとグリーンの色味のものです。一緒に持ったら可愛いかなと思って購入してみました。次は網針で購入した黒の T シャツを紹介します。私は身長が170センチあるんですが、 XS を選びました。ただ XS でも結構余裕があるくらいなので、ぴったり着たい方や小柄な方は XXS を選んだ方が綺麗に着れるかなと思います。洗濯もお家でできますし、アイロンも可能なのでお手入れもとっても簡単です。次は韓国のブランドのマルディメクルディを紹介します。ここのブランドはもともと ZOZO タウンとかに入っていたので、ちょっと気になってはいたんですが、なかなかこう購入する機会もなく、実際店舗で見ることもなかったので、今回行けてよかったなと思っています。シンプルなデザインが好きな私にとっては、ちょっとお花のモチーフが可愛すぎるかなという感じだったので、今回はこの文字のロゴのものにしました。生地もしっかりしていて結構厚手になっています。お値段もそこまですごく高いわけではないので、これからの季節にとってもおすすめのシャツです。最後はメゾンキツネで購入した黒の T シャツを紹介したいと思います。私はレディースの S サイズを購入したんですが、 XS だとかなり肩幅が狭くなっていて、骨格ナチュラルの私にはかなりきつく感じたので S サイズにしてみました。こちらも先ほどの網と同様、自宅で洗濯が可能なので、これからの季節まだまだ暑いと思うので、たくさん着ていこうと思います。